こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。こんにちは、旅するリフォーム営業マン前ちゃんでーす。はい、今日は前ちゃんと一番高級なお城ということで高級洗面をお届けしたいと思います。なんといったってラグジュアリーな洗面化粧台といえばこの、リフォーム大賞の花形の花形、毎年恒例プロが315名選ぶ投票をリフォームの人気ランキングで、今日は洗面化粧台高級なんて高いよと思うんですが、洗面台の高級シリーズ、まえちゃん、高級シリーズってイメージどんな感じですか？位置づけ。位置づけ、もう芸能人の家に入ってるような、はい、もう超贅沢品。はい、リフォナビでもほとんど出ませんということで、今日は夢の時間を過ごしていただきましょう。まずは選ぶ人いるんでポイント、もしあなたがこの洗面化粧台の高級シリーズを選んでたらこういう人、まず予算は可能な方に限られます。当たり前ですよね。なので例えばフルリフォームはちょっと難しいかな、一つ一つやってる場合、例えばね、システムキッチンもコンロめちゃくちゃデリシアいいのを買う人って単品でコンロ、トイレだけ工事するとネオレストのめちゃめちゃいいやつ、つまり洗面の脱衣場だけを今回考えてますなんて方は結構狙い目かな。で、単品交換ならあり得る予算なんですけれども、特にポイントは高級シリーズ、テイターがすごく良かったり、そのクォーツであったりですね、こちらの方のボールがあったり、ベッセルタイプ上置きだったり、そしてキャビネットの内部の色もブラックやグレーや、まえちゃんこの内部もかっこよかったですよね、ショールーム見ても。やっぱりほとんどが安いものというかね、普通のものは中が白なんですけれども、もうこのグレードまで中がね、グレー、ブラックで、雰囲気が全部統一されてますよね。はい、まさに浴室空間、うん、フルリフォーム、ラグジュアリーな上質な空間になっています。天板も違うんですよ。ボールも違うじゃないですか。この辺はもうホテルライクなような形のイメージ。だからこそ内装、これね、壁紙とか、この辺も全部綺麗な形にできてこそ、脱衣場がもう何か入った瞬間からテンション上がる。朝も夜も、それを作りたい。だって、トイレは、キッチンはお風呂だけど、洗面にここまで贅を尽くすって、まえちゃん一言もう一度、これ買う人どんな人ですか？芸能人や、お金が有り余っておる人でございます。って言いながら、普通買えないって言うと買いたくなりませんか？ということで、まあ洗面台の不満って一般的には物を置くスペースの狭さであったり、収納力が欲しい、雑然としてるのをスッキリさせたい、洗面台の高さももう子供小さくないから気になるし、水洗周りの掃除なんかも、さらには壁のクロス、これもキッチンパネル、ホーローパネルにしてスッキリさせたい、そして中間ミラーも水垢も汚れ、シャワーの機能がない、そんな内容、リフォームトラブルとしても幅高高さ、奥行き、壁飛び出せない、そして貼られていない壁、床、CF、内装も全部やらないといけない、そんなミス、そして前回やりました排水チャンバー、脱衣場のハセ工のもの、排水管と引き出しが干渉するなんてこともありますし、高圧洗浄に対応できる、こんな形の内容も前回させていただきます。まだ見てない方は前回の中級、普及、こんなところから、今日の高級はちょっとね、この世界じゃないんですよ。もう、こんな話をしたいんじゃない。今日やりたいのは排水直管とかそんな細かいことではなく、むしろ、このリフォームトラブルという世界観の、その実務的なところよりも、夢、まさに夢の高級クラス、人気ランキング、鮮明、どんなものがあるか見るだけただだから見ましょうという形で、皆さんとちょっとエンタメ的に楽しんでもらいたい。まずは、アフェット、トクラス、まあ、ティアリスもステンレスなんですけどね。山さんはやっぱりこの5位の宝スタンダードエリーナが気になるなーって。いつも宝のショールーム行った時に、そのキッチンとかお風呂見るんですけど、洗面がいいんですよ、洗面が。これ、エリーナ、宝。まあ、これ、ツーボードとかいろんなタイプできるんですけどね。LED 照明も。何がいいかって言ったらね、もう天板がね、クォーツ。この辺が光ってます。では、行きましょう。あ、もう一個だけ見ましょう。まあ、ちゃんいかがですか、このエリーナ。いや、もうエリーナ最高でしたね。やっぱりクォーツ天板が付けられればもう、バン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 剤です。はい、で扉もレビューと同じように抑揚のあるね。もう多分見てください。ちょっと違います。他と元と違う。これいいなって思うような形になるんじゃないでしょうか。最強です。染みない。2023年人気ランキング、こちら高級クラス、第3位いきましょう。A クラスドレッシングラシスパナソニック。これももう、雰囲気違いますよ。なんかね、パウダールーム、なんかこう、女性が体をメンテするような空間にショールーム出来上がってました。まえちゃん、これ覚えてますか？こんなのあるのってパナソニックで言ってましたけど。はい、もう、思わず、頬ずりしそうになりそうでした。
はい。ぜひ、パナソニックショールーム見て、これはないなって思うかもしれないんですけど、これがあるなって思う人は、ぜひ、採用して山さんに、夢を見させてください。そして、TOTO の F シリーズとかいろいろ商品ありますから、全然クラスがやっぱ違う。普及とあれ、同じクラスと思えないですよね。同じ空間に、ああいった商品が2つ並んでる、とっても不思議だと思います。人気ランキング、普及クラス、第2位は、TOTO S か F クラスとは全然違う。こちら、やっぱり、カウンターですか、これは。クリスタルカウンター。大正解。クリスタル、ホワイトじゃなくて、こういうちょっとね、グレーのかかった。そして、ベッセルボール、ワオキボール、エスクア、LS という形。これもどうですか、これ。機能性ですか、これ。もう、違いますよね。お姫様ですよね。いや、もうこんなところでボールに頭突っ込んで寝癖直す人いなそうですよね。はい。もう朝から、多分、お仕事も行く気じゃないですね。今日は、朝からテニスでもしようか、みたいな感じになるのかな。2023年人気ランキング、洗面、普及じゃない、高級です。高級型ランキング、ルミシス、リクシル。もうこれ、さっきのね、今のエスカ、さらに、パナソニック1、2、3位。もう昨年と変わらないでしょ。ここも本当に安定した、こちらの方の洗面化粧台のランキング1、こんな形で、このね、上が立ち上がってる、ハイバックの、上置き、ベッセルボールという形でした。まーちゃん、こちらも、ルミシスも、見ていきましたが、ショールームの方でいかがだったでしょうか、見た感じ。そうですね、もう、ツヤツヤのこのカウンターと、あと手をかざしたらふわっとつく照明。もう本当夢のような。まあ、ここから、シンラとかね、グランスパ、ね、いろいろ、こう、浴槽も高級シリーズで繋がってたら、もう、天国ですね。はい。お風呂だけじゃなくて、お風呂がラグジュアリーだったら、この脱衣場空間もラグジュアリー、上品に仕上げれる。1位、ルミシス、2位、エスクア、そして、L クラス、ドレッシング、ラシス、パナソニック、昨年と変わらずでした。ポイント、予算可能な方は限られる。テインタとボールが違う。キャビネット内部の色。浴室空間フルリフォームでした。ということで、ぜひ、LINE 登録で定期的にプレゼント配信してますんで、こちらの方から皆さんの、感想、そちらのシェア、またいただければとっても嬉しいです。はい、萌ちゃん、最後一言お願いいたします。上質な洗面化粧台、いかがだったでしょうか？やっぱりフルリフォームの中とかでも予算を抑えられがちな洗面ですけれども、まあ、賃貸の時もそうですね。やっぱ、物件を見に行って洗面台にお金がかかってると、なんかこう、なんかすごく嬉しい自分がいるんですよね。毎朝、朝起きてすぐ、立つところですから、やっぱりそこもちょっと見直して、お金予算を考えていただいてもいいのかなと思いますね。はい。ホテルとか行くと、そうですよね。ちょっとね、お手洗いのところに、洗面のカウンターで光の照明とかと、なんかこう、落ち着きますよね。そんなことが毎日あったり、はい、朝とか夜とか、そういった形で、くつろい家時間を楽しむために、脱衣場、次はもう、最後の砦かもしれない。みんなトイレはネオレストになって結構おしゃれなんです。洗面まではまだ行ってないでしょっていうあなた、洗面ちょっと置いといて、洗面を、しっかりと工夫していただいても、まあ、洗面まで行ったらもう本当に、素晴らしすぎます。ということで、今日お届けしたのは、リフォームの、人気ランキング高級シリーズ、最高級の高級シリーズをお届けさせていただきました。では最後の決めの言葉いきたいと思います。せーの、必ずできる。いらっしゃい。ありがとうございました。